きでした。さあ続いてはスタジオに美しい素敵な皆さんに遊びに来ていただきましたよ。鹿児島市でタヒチアンダンスの講師をしていらっしゃいます徳田美希さんと、そしてタヒチアンダンサーと、端っこにダンサーじゃない明らかにそんな方がいらっしゃいますけども、はい、ウクレレジジイにも来ていただきました。私も何言っちゃったの？こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう頭のタケコプターをほっときます、うん、ということで本当に皆さんセクシーでね、素敵なお衣装で鮮やかで素敵、いいですね。まずタヒチアンダンス聞いたことある方もいらっしゃると思いますけども、よく分かる、私もそうなんですが、どういったものなんでしょうか。はい、フラダンスとはですね少し違って、腰を激しく回す、だいたい1分間に早い時には200回から300回ほどですね腰を回す。腰を回すんですか。ちょっと今動画、私が踊ってる映像なんですけれども、徳田さんこれ。そうですね、はい、イベントで踊らせていただいた時なんですけれども、このように腰をおお激しく回す動きが醍醐味のタヒチアンダンスですね。すごい、あんな高速に回るんですか。回るんです。ちなみにこのスタジオでも今ちょっとなんか少し動き見せてもらうこと可能ですか。はい、そうですね、今日うちのダンサーが2人来てますので、はいはい、ちょっと踊ってみましょう。ひでかさん違いますよ。OK じゃあ行きますよ、はいはい、おお。すごい、なんか、上半身動いてないですもんね。だってね、そうなんです、タヒチアンダンスは上半身を動かさないで踊るダンスになるんですけれども、腰だけがこんな高速、なんか僕なんかやっぱ違う感じですね、僕がやるとおかしいですね。そうですね、ちょっとだけです。まあちょっと違いますね。ねえ、はい、いやだからこれは結構筋肉使うんじゃないですか。そうです、腹筋背筋と膝を少し曲げてステップを取っていくので、太ももですね、はいはいはい、あと深層筋、インナーマッスルをすごく使えますので、はい、だから細いんですね皆さん。このくびれのラインがものすごく出る、あ、女性の皆さんとってはじゃあこれやれば本当に素敵なボディが作れるわけですね。間違いないですね、はい。さあこのタヒチアンダンスをこう堪能できるイベントが今度あるわけですよね。はい、そうなんです、はいはい、日曜日ですね、今度3月31日に、はい、鹿児島では初となるですねタヒチアンダンスのみのイベントがなんとキャバルボホールの8階で開催されます。タヒチアンダンスのみ、はい、はい、そうです。どういった方が出演されるんですか。はい、今回ですね私のタヒチアンダンス仲間、九州で活躍している仲間なんですけど、はい、5チーム鹿児島に招いてですね一緒に素敵な魅惑なタヒチアンダンスを披露したいと思います。あ、そうですか。で、今日なぜウクレレジジイがいらっしゃってるかっていうと、このイベントにもゲスト出演されるわけですよね。本人の組でをちょっと、はい、ないないない。今回ちょっとミスマッチかもしれないんですけれどもスペシャルゲストということで、はい、ジジイの単独のソロライブもあったり、はい、後半はですね私たちと一緒にタヒチアンダンスに合わせてジジイがウクレレを弾いてくれて、これコラボがあります。高速腰振りコロ。いや、こんなんですけどもジジイのこのウクレレは素敵ですからね、本当にね、すごく素敵です、もう、はい、はい、ということで、はい、もうね、もうすぐそんな顔するからね。はい、ということで、まあどうぞ皆さんお出かけくださいね。鹿児島初のタヒチアンダンスのイベント、タヒチタヒチ31日日曜日の午後1時半から鹿児島市のキャパルボホールで開催です。料金は前売り2500円、当日受付でズバカゴを見たとおっしゃっていただきますと前売り料金でなんと入場可能だということですよ。お問い合わせ番号は電話 090-2390-4592 までお願いいたします。はい、はい、では最後に徳田さんからメッセージを一言お願いします。はい、今回ですねタヒチアンダンスをこのような形で披露できることとても嬉しく思ってます。まだあまりですね知られてないダンスなので、もう一人でも多くの人にこの素敵なダンスを見ていただきたいので、ぜひお時間ある方は会場にお越しください。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんお越しくださいね。はい、コマーシャルの後はデータ放送探検隊です。世界一